いきなりやけど、問題です。これは何でしょうかまず一番左やけど、これなんかわかるかな答えは、稲ですね。みんながお米食べてるやんか、その稲ですね。で真ん中、わかるかな答えは、雪の結晶なんですね。寒い時に雪降るけど、それを顕微鏡で拡大してみると、こんな風な形をしているものがいます。最後、これ、めっちゃ難しいと思う。 ヒントは耳たぶのような形をしたこいつがヒントかな赤色です。答えは血液の細胞やねんな。耳たぶのような形をしたこいつは赤血球って赤色のヘモグロビンを含んでいます。そいつが酸素を全身に運んでくれる役割をしてねな。こういった身近なものであっても見えてないだけで知らん世界が広がっていると。 今回の動画では身近な植物、そして水中の微生物について顕微鏡やルーペで拡大してどんな作りになっているのか、そしてどんな形をしているのかっていうのを見ていきましょう。まず身近な植物であるタンポポについて作り確認していこうか。まず見てほしいのがこの2枚の写真です。タンポポの作りについて違いがあんねんけどどこがわかるかな それは、この部分やねな。ここの部分を、双方とか方って言って、つぼみの段階でつぼみを覆っている葉っぱの部分です。この方がめくり上がっている。反り返っているのが西洋タンポポ。海外から日本にやってきたタンポポですね。層が反り返っていないのが日本タンポポ。さらに、この日本タンポポっていうのは、関東タンポポと関西タンポポに分けることができます。 で、どっちでもいいんんけど、1枚をペリって撮ってきて、それを拡大した写真がこっちになります。まず、それぞれの名前だけ確認しとこか。この一番先端をめしべっていう風に言います。で、ここの部分をおしべっていう風に言います。で、白いところは楽。想像できると思うけど、将来綿毛になるところですね。 一番先端、ここの部分を脂肪っていうふうに言います。これは将来、種になる部分ですね。種のことを種子っていうふうに言います。じゃあ次、ここやな。はい、一枚の花びらやな。花びらのこと仮面って言うんだけど、一枚の花びらやな。え実は、一枚じゃないねん。 ルーペで拡大して観察すると、ここに筋が入っているの。っていうのがわかんねえな。みんなも見てほしいねんけど。で、数えてみると、1、2、3、4、5。5枚が合わさって1枚になっていると。で、それぞれが花びらやねめっちゃ重要やから覚えておいてほしいね タンポポっていうのはこれで1枚の花びらじゃなくて実は5枚の花びらが合わさって1枚になっているというならばこれ自身この写真1枚が1つの花1つの花がたくさん集まってタンポポになっているっていうのは覚えておいてください特にここな5枚の花びらがくっついているっていうのは覚えておいてください次に水中の微生物についてです 池の水をコップでちゃーってすくって顕微鏡で観察するといろんな生物がたくさんあおんな。今日は代表的な7つに関して紹介していきます。それぞれの写真と名前、そして写真の幅と比較した生物の大きさっていうのを書いています。この数直線が大きさの比較やねんけど、それぞれ上が写真の幅0.5ミ、mm、リメートル、そして下が生物の大きさです。 例えば、三日月もなんかは、写真の幅0.5ミ、mm、リなんで、こんな感じやな、写真の先端に、写真が出とると。これがだいたい0.5ミ、mm、リメートルぐらい。それと比べて、三日月の大きさはこれぐらいだ。それぞれの数直線は、写真の幅と合わせた生物の大きさを表しています。まず、この7つを分類していきましょう。まず、大きく分類できるのが、 植物プランクトンと動物プランクトンですね。プランクトンっていうのが水中とか水面を漂って生きている生物のことです。植物ってついているんで、光合成をして栄養を取ることができます。この左半分が植物プランクトン。そして右半分が動物プランクトンです。で、また上半分、この四つが単細胞、一つの細胞でできてますよと。 下半分3つが多細胞、たくさんの細胞でできてますよと。ちょうど4つに区切って4種類に分けることができると。例えば、ここなんか、三日月芋なんかは植物プランクトンで単細胞やぞと。で、こっちは動物プランクトンで単細胞やぞと。ミジンコは動物プランクトンで多細胞。この2つは植物プランクトンで 多細胞いううになっています。緑虫だけ単細胞やねんけど、植物プランクトンとの動物プランクトンのちょうど間にいます。それは両方の特徴を持っているね。後で説明しますね。じゃあ、この7つについて、それぞれ1つずつ紹介していきます。まず、三日月藻なんやけど、三日月の形をした藻やねんな。大きさとしては、写真の幅0.5ミ、mm、リに対して、 大体だいたいけど0.1ミ、mm、リぐらいの大きさです。肉眼では到底見えません。三日月肝のちょうど中心に核っていうのがあって、ここに遺伝情報が、遺伝子の情報が入ってるな。で、三日月肝が増えるときは、ここでプチって切れて、二つのちっちゃい三日月肝ができると。こういった分裂で仲間を増やしていってるな。次に青緑です。青緑。 緑の線が、えー、渦巻いた線があんねんけど、これは実は葉緑大なリボン状で螺旋を巻いています。青緑をどうやって成長していくかって言ったら、先端部分から成長していく場合もおれば、体が真っ二つに分かれて、ここで増えたりしています。太さにしては、大体だいたいけど0.03ミリぐらいですね。植物プランクトンです。 で、勲章もは、勲章ってなんかわかるかななんかすごい発見とか成果を出した人に、これがあなたに捧げる勲章ですと。バッチみたいなもんな。ちょっと勲章みたいな形をしたものなので、勲章もっていうふうな名前がついています。こいつも大きさは0.06ミ、mm、リ。この青緑の幅と大体一緒ぐらいですね。肉眼では到底見ることができません。 この三つは植物プランクトンなので、光合成をして自由に栄養を作ることができるな。次、じゃあ、動物プランクトンを入っていきましょう。まず、ゾウリムシがねんけど、写真の幅のちょっと半分ぐらい、0.2ミ、mm、リとか0.3ミ、mm、リメートルぐらいの大きさです。動物プランクトンなので自由に動くことができます。どうやって動くかって言ったら、体の周りに、線毛っていう毛がボーボーに生えています。 この線面を使って自由に動くことができるな。次はラッパー虫。ラッパの形をしているような、ここから音が出るような感じです、こっちが吹く。吹くところやな。こんな感じで人が追って、口からビューって吹くと。 で、こいつも自由に動くことができないけど、ラッパの口のところに線毛っていうのがいっぱい生えとって、それで自由に動くことができると。また、こいつは細い方で誰かにくっついて生活することもできます。大きさとしては写真のちょうど半分ぐらい、0.2ミ、mm、リぐらいですね。次に未人口です。未人口はみんなよく知っていると思います。こいつは甲殻類って言って、カニとか、 エビの仲間やな。大きさとしては写真の大体いい倍とかそれ以上、1ミ、mm、リとか2ミリメートルの大きさです。これはもう肉眼で見ることができます。で、また腕が2本あんねんけど、この2本を同時に動かしてバタフライのようにして動くことができます。まますでます、またこの目玉あんねんけど、 横から見たら、2つあるように見えるけど、実際は1つしかなくて、1つ目小僧の顔をしています。ウジンコな動物プランクトンで多細胞です。最後、緑虫ですね。こいつはさっきも言ったけど、植物と動物、両方の特徴を持っていると。ここに緑色になっているけど、光合成をすることができる葉緑体を持つと。また、弁毛っていうのが、 かねんけど、この弁藻を使って自由に動くことができると大きさとしては0.06ミ、mm、リぐらいですかなりちっちゃいですね肉眼でも見ることができません実はこの弁っていうのがむちゃくちゃ高速回転ですね。でな大体やけど2万回1分間で2万回回転します車はみんな乗ったことあると思うけど一般道で走るんやったらせいぜい 2000から3000回転ぐらいしかしないん。な。1分間で。その約10倍やから高速回転します。F1 のレーシングカー並みの高速回転をします。これは自然界で最も小さくて最も早いモーターにな。最近では緑虫は栄養価の高い食品として注目されていて、青汁のようにして飲む 緑虫汁みたいなものもあるし、緑虫をハンバーグの中に入れて、実際に食品添加物として食べるものもあります。今日は身近な植物、そして動物に関して顕微鏡、ルーペで拡大して、形とか作りっていうのを見てきました。特にタンポポに関してはここやな。 1>, 1枚の花びらじゃなくて5枚の花びらがくっついて1枚になっているよっていうのは覚えておいてほしいところですまた微生物に関してはそれぞれっていうのは動物なんか植物プランクトンなんかどっちなのかっていうのとこんな形してたらどんな名前がついているのかぐらいは覚えておいてください